ました。お疲れ様です。お疲れ様です。お待ちしておりました。今日絶対ないと思ったのに。あります。花粉でブスなのに。あります。今日は、はい、ナトリカさんに即興でコーデを組んでいただきたくてお呼びしました。ラグを。そうです。展示会でも結構人気が多くてリクエストも多かったので、はいはいはい、多かった。そのラグアジェムのアイテムを使って今日はナトリカさんにコーデを考えていただきたいと思います。はい、インスタでもね結構 DM 来てラグアのコーデ見たいですってすごい多くてコーデを組んでいきたいと思います。頑張ります。シェルター東京に入ってるじゃんラグアって。普段すごい接客してるから欲しいものが出てきちゃうんですよ自然に。そうですよね。そう、私ちょろいからもうねレース系がラグがめちゃめちゃ人気で、なくなるの早すぎて初日でなくなったの。セットアップ系もすごい人気なんですよ。デニムにこれとか、かわいい。これにセットアップとかにこうやってかぶってるのめちゃくちゃ可愛くて、とてもかわいいし、バイカーパンツでレースとか、かわいい。かわいいよね。私でもこれは知らなかった。へー、ブスになってる。でしかもね、このマークがめちゃくちゃ人気なんですよ。デニムの、ね、種類がめちゃめちゃ豊富なんですよ。ラグアってすぐなくなっちゃうの。デニムが売り切れちゃってヴィンテージっぽい感じがするんですよ。履き込んだ感じがするような加工がたくさんあってすごく可愛い。 T シャツが3サイズあるのかな。シンティとレディースの普通の S ぐらいのサイズか。メンズでも着れそうなサイズの3種類あるの。これも可愛い。でセットなんですか。そう、ビスチェとセットになってる。しかもちゃんと調節できる。あ、これ嬉しいね。ツヤツヤ感がやっぱ春ね、サテン着たくなるよね。ラグアってデザインが斬新で、すごいわかります。ラグアしかないデザインが結構たくさんで。2回目こんな感じです。レース来ましたね。レース来ました。もうこれ本当に自分がずっと欲しくて、でも買えなかったんですよ。スカートになってるんですけど、ウエストゴムになってるから、デニムにこうやってレイヤードしても、キュッてなったりとかもしないし、簡単にレイヤードを楽しめるアイテムになってます。デニムも、これ私物に見せかけてラグアなんですよ。ちょっとローライズのデニムで、カラー感も可愛くてレイヤードしてみました。ワントーンっぽい感じで仕上げてみました。なんか、ラグアってちょっとこう、若い子が着るイメージがあるんですけど、自分が実際接客してて結構私全然着れるって思うものがたくさんあって、やっぱ大人っぽく着たかったので、こうワントーンにして、あえて靴はブラウンにするっていうのがこだわりです。レイヤードってトレンドなんですけど、はいはい、挑戦しづらい、なんかコーデかなって思うんですけど、なんかそういう時になんか気をつけた方がいいってこととかありますか。ゴリゴリに盛りすぎだとレイヤードがおしゃれに見えない時があると思うので、結構ジャケットとかでポイントがすごいあるので、そこにまたレイヤードするとかはあんまりしなくて、レイヤードしてるからやっぱこれを目立たせたいから、ほんと他はシンプルにするとかベーシックなものを合わせるみたいな。あとはなんかそれこそこうやってゴムだからレイヤードしやすいとか、ワンピースとかのタイプですレイヤードできるのもあると思うので、なんか私が気になっちゃうのがレースでワンピースで座った時にこう、わかります、ギュッてこうなったりとかするのが気になっちゃうから、ずっとこういうのが欲しかった。じゃあ初めての方にこっちの方がちょっと貼りやすいかもしれない。あとワンピース着る子は例えばこれじゃなくてこれとか下からちょろっと出して、あえてスニーカーとか着ても可愛いと思います。じゃーん、2体目です。やっぱ大人っぽく着たかったので、さっき着てたデニム、全く同じデニムにビスチェがセットになってるシャツを合わせてみました。ここまでだといつもの感じなんですけど、足元がポイントで、スポーティーなラインの入ったパンプスがラグアから出てるんですけど、これを合わせることによっていつものこのデニムにシャツのスタイルをちょっとスポーティーにしてみました。いつものナトリカさんにプラスチョイスポーティーって感じです。そうチョイスポーティー、なんかやりすぎずいつもの自分のスタイルは崩さず、ちょっと入れるのが可愛いかなって、ちょっと流されすぎず生きていこうと思って、芯を持って、芯を持って大丈夫ですねバッグもさっき持ってたラグアのバッグで、これもすごい人気なんで、結構使いやすくて、なんかちっちゃいのにたくさん入るし、あと何に合わせても可愛い。なんかあえて白とかピンクとかでも可愛いから、やっぱ私は黒を選びました。デニムも程よいローライズ、やりすぎてないローライズで、
足のシルエットもね、とっても綺麗、可愛い。これから春だからこれくらい明るいカラー持っとくと使えると思います。3体目でございます。レースの大人気だったと思います。このレースのトップスをやっぱ1枚で着るときはちょっとジャケットとか羽織ったりとかすると思うんですけど、さっき紹介した T シャツの一番コンパクトなサイズの T シャツにちょっとレイヤードをして、気になってたこのデニムのパネルスカートを合わせてみました。とブーツ、これもちょっと狙ってるんですよ。すっごい履きやすくて、で形がねちょっとこうスクエアっぽい形、すごく可愛い、ちょっとボリュームある感じ、可愛くなりすぎないようにちょっとこう加工感のあるスカート合わせて、足元はエンジンにするっていうのがポイントです。このスカートがねシルエットが綺麗なのと、やっぱ加工感めちゃめちゃ可愛くないですか。ウエストもこうダメージの加工がしてあるから、そこをやっぱ私見せたいので、この短いのを合わせてみました。でもちょっと腹散らすぎて恥ずかしい時はこうレースをちょっと出すっていうポイントです。これでレザーのジャケットとか着ても可愛いです。4体目ですね。これはもう見た瞬間に一目惚れしたセットアップ。最初トップスしか見てなかったんですけど、自然な感じの柄とこのカラーに一目惚れして、まさかのスカートがあったので、挑戦でセットアップで着てみたらまさかのめちゃくちゃ可愛かったっていうコーディネート。コーディネートも何も1枚着なんですけど、横から見た時にちょっとこうスリット深めなのもちょっとポイントで、ちょっと大人な感じで、でもロングブーツ合わせることでこれくらい出してても平気かなっていう。平気ですか。平気です。ラウンドをしてて、こうやっぱりちょっと脇からチラッと見えるのも女性らしさが出るポイントかなと思います。素材がやっぱ気持ちいい。あとやっぱりこのブーツ使える、何に合わせても可愛いし、可愛くなりすぎる、ちょっとやっぱかっこいい要素も詰め込めるので、いろいろ合わせたんですけど結局これでした。なんか今シンプルに何も持ってないけど、それこそまたこれと、だからこれは結局めっちゃ使えますよ、うん、これ可愛くないですか。可愛い。やっぱブラウン着るとちょっと大人な女性になれる気がするので、うん、私ぐらいの年齢の方でこれが、やっぱスリットが気になるとかシルエット気になる方はデニムにねレイヤードすると可愛いとか、うん、セットアップで着てデニムを下に履いてデニムの上から履くスカートみたいな感じにしてもいいし、レースとかを中に履いちゃって見せても可愛いのかなって思いました。これの使い方結構質問多かったので、こういうスカートに合わせてみてください。じゃあラストの5体目です。5体目はまたレースなんですけど、まさかのシャツが登場したので、シャツまだ店頭で見たことなかったので可愛いってなって選んだんですけど、このシャツをやっぱりまた可愛くなりすぎないようにスポーティーなラインの入ったデニムを合わせてみました。でしかもブラックを選びました。いつもの自分の私物のスニーカーと合わせてちょっとこうレースをスポーティーに外すっていうのが今の気分です。でバッグがなんかずっと気になってたんです。人気すぎてスタッフとかも買えなかったバッグ、大人気でブラウンとかブラックとかもあったんですけど、ウェブ限定のカラーをちょっとこう合わせて、あえて黒とかでもなくこのライトグレー合わせる感じがちょっとおしゃれだなと思ったので合わせてみました。インナーもパッド付きのキャミソールを合わせたんですけど、これもグレーを合わせて、さすがラグアって思ったのがやっぱちょっと短めなので、このウエストのこのシアー感とかを可愛く出せるのもいいなと。最近ローライズ多いのに長めのパッド付きのキャミだと本当可愛くなくて折ってしまったりとかしてる子もいると思うんですけど、これ本当に使いやすいので、紐が調節できるので、例えばそんなにウエスト見せたくないって時はちょっと下げたりとかしてもいいと思う。調節してみてください。このパンツってその他にも色とかってあるんですか？そう、あるんですよ。やっぱブルーの方がちょっとこうカジュアルになるかな。全然印象違いますね。結構印象違くて、でもやっぱ私は大人に着たかったのでブラックを選びました。ラインもしっかりデニムになってるのでやっぱ凝ってるなって思って。カトリカさん、はい、ごコーデ組んでいただいたと思うんですけどいかがでしたか？はい、ラグアって結構やっぱ最初も言ってたんですけど、ちょっとやっぱ若い子が着る印象がずっとあったんです。
けど、実際手に取ってやっぱ可愛い、着れるかなってこう迷ったりしてたけど、実際コーデ組んで着てみたらめちゃくちゃ可愛かったので、もう何個か買うものは決定したので、実際に普段も着たいなと思いました。それではこの動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではありがとうございました。バイバーイ。